どうもおてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV では日々アクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして本日はこちらの水槽なんですけれども、こちらの45センチ水槽なんですけれども、まあ暗いっすよね。うん、暗い。まあ浮き草がね、まあ浮き草がすごいんですよ。うん、浮き草がすごい。だからなんかこれもいいなと思っちゃったから増やしてたけど、いやさすがに問題だなと。ここまで盛り上がっちゃってるからね、すごいんですよ。すごいすごいです。でまあさすがにね、ちょっとやりすぎた感じもちょっと変なイントネーションになっちゃったけど、やりすぎた感じもあったんで、もういよいよ決心しました。うん、この水槽のレイアウトちょっと変更していきたいと、レイアウト変更していきたいと思います。なのでちょっとこのね、上にある浮き草を、取っていきたいと思います。いやさすがにちょっとすごいよなね、すごいですね。ちょっと取っていきますね。うん、よいしょ。ちょっと取っただけじゃ全然減っていかないです。すごいな、すごい。おっとっとっと、水草つちた。おっとっとっと、水草つちた。ちょっとこれ手のがいいな、ピンセットじゃ無理だ。手でいきます。すごい。ちょっとだけ残して、あとはちょっと捨てたいと思います。もったいないけどね、水の透明度がいいですねやっぱね。さすがですね。いや結構な量になりましたね。バケツでこんだけ取りましたよ。バケツでこんだけ取れた、すごいすごいです。で取り除き終わった、水槽がこちらですね。うん、まあ、まあやっぱ綺麗っちゃ綺麗なんだけど、ちょっとこれだけではやっぱね、ダメだと思いますんで、一応ねレイアウト、どういうレイアウトにしたいかっていうのは考えてあります。一応ねこんな感じ、机の上で仮組みしてみました。どうかな。うん、まあちょっと迫力があるような、感じになるかなと思って。うん、まあいいんじゃない、いいんじゃないかな。うん、多分45センチ水槽にもはまると思いますんで、これをちょっとセッティングしていきたいと思います。その前にちょっとね、余計な水草これから取り除いて、はい、すっきりさせてから入れたいと思います。一応ねこんな感じで、まあ水草抜いて、でパールグラスだけちょっとこういう感じで切り揃えてあります。うん、なんでちょっとこれで入れていきたいと思います。ということで、ね、なんとかセッティングできた。やっぱねちょっと流木ね乾いたままだったから、うくうく、だから最初にイメージしたやつとちょっと違うんだけど、まあそれでも、うん、まあ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 いいんじゃないかな。うん、今ちょっと濁っちゃってるけど、まあそれはそれで幻想的いいように捉えると幻想的。うん、なんか霧が差してね、朝霧が差してね、朝日が上がってきたところかな。もしくはね標高の高いね、うん、山ね、高原とかね、そういった風景を思い浮かべながらちょっと見ていただければと思うんですけれども、うん、で一応これちょっとまあ今日時間がないんで、これ以上透明度を上げる時間がないというか、なんでこれで今日の作業は終わりなんですけれども、まあまあいいんじゃないかな。うん、グラミーと、コリドラスも元気そうで、はい、いやね、ちょっと今までのレイアウトって、私の中のレイアウトって結構ごちゃごちゃレイアウトが多かったんですよね。だから今回はなんかわびさびじゃないけど、空間をねうまく使ったような水槽をちょっと作っていきたいなっていうのもあって、まあちょっとすっきりさせてみました。
まあ、今後ね、どうなるか分かんないんですけれども、もうちょっと水草足すかもしれないですけども、あんまり背の高いやつじゃなくて、前景草のね、ようなやつをまた植えていこうかなっていうふうには思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、今後も引き続きアクアリウムの動画をバンバン出していきたいと、思っておりますので、よく噛むんですけれども、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと本日の動画、良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということでお送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ